なんかケンピさ、昔男の子から大阪土産もらってさ、その男の子がうちの母の教え子だったわけ。母も昔教師やってたから、その教え子の男の子が大阪行ってきたと。だから、うんの先生、あの娘さんの夏希ちゃんにこれ渡してあげてくださいって言って持ってきたんだよ、大阪土産。それがクリアファイルで、めっちゃ好きやねんって書いてあるやつだった。さすがのケンピも動揺した。筆文字でな、めっちゃ好きやねんって書いてあるのを、なんか、ろくに会ったこともない同い年の男からもらって、さすがに動揺した。いやー、やっぱ罪な女ですわ。ろくに知りにもしない男から、めっちゃ好きやねんって書かれた、クリアファイルもらったな。あれ、懐かしいわ。うん、あ、告白あれ。あ、そうなの。まあ使いましたけど、ケンピそういうとこあるからね、使えるものは使うからありがたく。ちょうどファイルが欲しかった。普通に使ってた。あるよね、そういうなんかご当地面白お土産みたいな。めっちゃ好きやねんって書いてあるの、めっちゃ使ってたの。あの男の子元気かな。うん、でもマジでケンピマンマは可愛いわけよ、なんかちっちゃくて。うん、やっぱケンピのまんまやからな。そうすると、なんか知らないけど、ろくに会ったことのない私もモテるわけ。うん。謎の、ろくに話したこともないのに、急に、そういうのもらうみたいな。なつきちゃんにあげてくださいって言って、もらう。え、年上か？いや、ちーちゃんは、教師なんだよね。教師だった。当時、中学教師だったから、いや、同い年の子。同い年ぐらいの子から急に、なつきちゃんにあげてくださいみたいな。なつきちゃん、私話したこともないのに、よくもらってた。教え子から、母の。そう、さっちゃんみたいな。だから、ここにさっち、なんだっけ、さきこちゃん。うん。みたいな雰囲気、うちの母。そう、モテてた。なんか家族の話するみたいで、最高。やばい、そう、最近ずっと、もう、数字ばっかり追いかけていたから、名前忘れちゃ、ごめんな、ちょっと違う名前で呼んで、ごめんなさい。こう、とにかく私モテるのよ、いいでしょ。え、ケンピにすり寄ると見せかけママ狙い。やばいやろ、禁断すぎない。夫がいる、しかも女教師狙いの中学生って嫌だな。いやだよ、そのぐちゃぐちゃじゃんか。うちの母は魔性ってことかな。いやでも、なんか、よくわかんないけど、私の写真を見せたことがあるらしくて、聞かれて。娘さんどんな感じですかみたいな。で、以来、ケンピはモテモテだった。うん、母の教え子にモテモテで、いろいろもらってた。お土産とか。なんかやっぱ喋らなければいけるんだ。やっぱそう、会わなければね。オッケー。会わなければ。よし、ケンピも将来困ったらちょっとお見合い写真で無双しよう。会わないとね、会わなきゃ大丈夫な、ね、会うとね、会うと、会うとってか。解説すると、出会ってしまうと、あ、ちょっとあまり良くないかな、ちょっと思ってたんと違うかなって、英語の OUT、 会うと、アウト。ごめんなさいね。ちょっと皆さんには理解が及ばないかもしれない。ごめん。私の聡明な頭脳じゃないと、ちょっと。ごめんなさいね。急に、高尚なことを言って。今のうまかった。あ、ほんと？褒められると、困るわ。いつもみたいに、けなしてくれよ。やだ。褒められると、ちょっと。調子狂うわ。え、M 気質？そんなことある？